マジックザガザリング専門店ハレリアにはここまでのところ大赤字の店舗が存在します。それがこちら今僕がいるハレリアトーナメントセンター大阪です。2019年の6月にオープンしたんですよね。コロナ真っ只中、緊急事態宣言とかもねこう出たりしてる、そのタイミングでねそんな大きい店舗を出すなんてちょっと果敢なチャレンジすぎないとか無謀じゃないとか今そう思われる方も多いと思うんですけど、実はねもともと決まっててたまたま被っちゃったんですよね。そこからさらにね遡ること2年ぐらい前に大阪店と名古屋店で1年間各種スコアでバトルして、勝った方がトーナメントセンター大型店昇格っていうトーナメントセンターバトルっていうのをやってたんですよ。それで大阪が勝ってもうお客さんに約束してたことなんで、これ大阪店勝ってたんで大阪トーナメントセンター化しますってアナウンスしてて、でなかなかこういい物件が見つからず、ちょうど物件が決まって契約が進んでレイアウトとかねいろいろ決めたりいつも通りやってたんですけど、大きい物件なんでビルの運営してる会社さん込みで結構な調整期間と準備期間かかっても5、6月にオープンするって決まってる状態でコロナがこの世の中で流行りだしたっていう感じだったんですよね。もうめちゃくちゃイベントとか開いて人が集まってなんぼの場所といいますか、この場所でプレイスペースがあって大会があって売り買い便利、たくさん品揃えあったり買い取りもねたくさん面数ありますってだけじゃなくて、やっぱりこうたくさんのこう人が集まってて活気がある楽しい雰囲気だから、さらにこう皆さんここに集まってより楽しんでもらえるような場所っていうのを目指しているのがこのトーナメントセンターなものの、まあいきなりこう出花をくじかれるスタートというか、たまたまものすごいタイミングでのオープンになっちゃったんですよね。まあ、そこからありがたいことにたくさんの方に喜んでいただいてはいるものの、家賃や人件費がものすごくかかってる店舗でもあるんで、現状かなり喜ばれて売上だったり買取金額だったりかなり喜んでいただけて出てるは出てるんですけど、ちょっとまだまだ不足していて赤字ですという状態です。でそんなこの店舗の現状があるわけなんですけど、なかなかこう黒字化しないみたいな、黒字の月もあったんですけどね、平均すると月100万以上マイナスっていう状態 でそれがこの店舗の現状なんですが、この動画は別にそれを報告して終わりじゃなくてですね、何の動画かっていうと、このままだとね縮小移転だったりとか元のようなサイズに戻っちゃったりとかですね、撤退を余儀なくされる未来も現実的になってしまうんで、そうなる前に社長である僕トマッピーも商売人として久々に直接店舗のスコアアップより喜ばれることに尽力して、その姿を動画にもしていって、本気で頑張っていきますというご報告の動画になります。すごい現状でもいいお店だと思ってるんですが、今までのところのこう調子とか今の情勢だったりマジックの盛り上がり具合だったり、まあ、実需要を考えるとまだまだこういろいろやっていかないと商売としてうまく成立しづらいっていうことで、このまま指くわえて待ってるというか、まあ、自然的な成長に期待してうまくいけばいいんですけど、うまくいかなかった場合のバッドエンディングが嫌なんで、やっぱりトーナメントセンター出したらマジックがすごい盛り上がってる感じするし、さらなる盛り上がりにつながるし、反面トーナメントセンターが縮小移転とか撤退とかしたらこれは盛り下がりにつながる要素になってしまうと思うんで、この場所をこれからあの手この手を尽くして本気で盛り上げていきます。もっともっと喜ばれて商売としてちゃんと利益が出ながら長い間皆さんに愛されまくる場所を目指していきます。